こんにちは、アキです。今回は平均の出し方を紹介していきます。それでは実際にやっていきましょう。今回はこの成績表を使って平均を出していきましょう。今、Excel 上にあるのはそれぞれの人が国語、数学、英語でそれぞれ何点取ったかというのがわかる状態です。ここからそれぞれの人の平均点を出してあげて、また国語、数学、英語の平均点を出してあげましょう。それではやっていきます。関数というのが何かわからない方は、サム関数の動画で解説しているので、そちらも見てください。平均を出すときは、サム関数とやり方は全く同じです。やり方は、まず平均を求めたい場所を選択しておきましょう。今回だと E の4番です。ここをクリックで、ここがしっかり選択されているのを確認してください。その状態で、右上のオートサムを使います。今回はサム関数ではなく、アベレージ関数、平均を出したいので、オートサムの右側に下矢印があるんですけれども、ここをクリックしましょう。そうすると、合計、平均、数値の個数、など、いろいろ出てきたのがわかると思います。今回は平均が知りたいので、平均に合わせてクリックをします。そうすると、このように出てきました。ここからは、サム関数と使い方は全く同じです。自動的に Excel が判断して、このように出てきます。今回も、青いところが選択されているところが平均の対象物になるので、60点、50点、20点の平均を出してくれるということですね。ここはもうすでに選択されているので、エンターキーを押しましょう。このように43.33333と出てきたのがわかります。これが田中さんの平均点ということになります。そうしましたら、もう一度同じようにやっていきます。この工藤さんの平均のところを選択してある状態で、オートサムの右側にある下矢印をクリックします。それで平均を押します。そうするとこのようになります。今回はアベレージ E4 とここだけが選択されています。これはサム関数の時にも出たんですけれども、Excel は自動的に選択してくれるんですけれども、そこが必ずしも正しいわけじゃないんですね。なので必ずすぐエンターキーを押さずに合ってるかどうかを確認してください。この場合だと間違っているので、ちゃんと国語、数学、英語を指定してあげないといけません。ですので、工藤さんの国語20点のところをクリックしましょう。クリックをしながら右に伸ばしていきます。ではやっていきます。国語の20点のところをクリックしましたら、そのまま右にマウスを動かしてください。で、この40のところで離していただくと、そのままこの3つが対象になります。こちらのアベレージと書かれたところも B5 から D5 と書かれているのがわかります。ですので、平均が B5 から D5 が出てくるということですね。この状態で正しい形になっているので、エンターキーを押しましょう。エンターキーを押します。このように33.33333と出てきました。そうしましたら、これをすべてに反映させてあげましょう。反映させてあげるには、オートフィルを使っていきます。オートフィルは、アベレージ関数を解いた場所を一つ選択しましょう。この場合だと、こちらかこちら、どちらでも大丈夫です。そうしましたら、この動画の場合は 33.333 の方を選択してある状態で、右下のこの部分、右下のこの四角い緑色のマークにマウスのカーソルを合わせるとプラスのマークになるので、そのままクリックしながら下に伸ばします。クリックをしながら下に伸ばします。そうするとこのように出てきました。今回ここのエラーが出てます。このシャープ div スラッシュ0びっくりマーク。これは割り切れないっていう時に出てくるんですけれども、割り切れないのはなぜかと言いますと、今ここの部分が解かれている状態になっています。なので、ここが割り切れない
という状態になってるんですね。何も数字が入ってないので。それでは、国語、数学、英語の平均点もそれぞれ解いていきましょう。国語のところを選択してある状態で、右上のオートサムの右側、下向き三角形を押します。平均をクリックします。そうすると、自動的に反映されている部分が、今回は正しいところが自動的に反映されています。ですので、このままエンターキーを押してしまいましょう。エンターキーを押します。40点と出ました。そしたら、これもオートフィルしていきましょう。平均点の今解いたところを選択した状態で、右下の緑色のマーク、こちらを右に引っ張っていきます。クリックを押しながら、右に引っ張ります。これで離してあげると、このように平均点が出ます。ここにしっかり数字が入ったので、しっかりと先ほどの場所にも平均点が入っています。このようにして解いていきます。現在この状態だと平均点は解けたけども、今ここに小数点の値が入っていて少し見にくい感じになっています。平均点を解くとどうしても小数点が出てしまうので、小数点をなくす方法も一緒に覚えておきましょう。平均点をなくす場合は、まず小数点が書かれた場所を選択しておきます。そうしたら 43.3 のところから、ここの 45.5 のところまで選択してあげましょう。一気に全部選択することもできるんですけども、今回は一つずつやっていきましょう。そうしましたら、ここの上にある小数点以下の表示桁数を増やすと書かれた左矢印のところと右矢印のところがあります。右矢印のところが小数点の値が減っていきます。一回押してみましょう。このように減ったのがわかります。何回か押していきましょう。このように減ってきますね。これで減りました。逆に左側の方を押すと小数点が増えていきます。このように増えました。ですので、ここで小数点を増やしたり減らしたりすることができます。それでは、右側の矢印の方を押して、小数点減らしておきましょう。そうしましたら、残りの数学と英語、こちらも一緒に小数点をなくしていきましょう。小数点の書かれた数学と英語を選択して、減らす場合は右側の方ですね。どっちかよくわからなくなった場合は、マウスのカーソルを上に乗せてあげると、このように下に減らすとか出てくるので、そこを参考にしてください。何回か押してあげると、このように減ったのがわかります。これで綺麗に平均点が解けました。今回やったのが、Excel で平均点を出す方法になります。Excel で平均点を出すには、アベレージ関数という関数を使う必要がありまして、右上のオートサムの下向き三角形、こちらを押すと、平均と書かれた場所があるので、そこをクリックするとアベレージ関数を使えるようになります。そして平均のところをクリックすると、このように平均の対象範囲を選べるようになりますので、もし別の場所がこのように指定されていた場合は、しっかりと自分で平均を出したいところを選択をしてあげて、それでエンターキーを押してあげることによって、このように平均点を出すことができます。今回のアベレージ関数の使い方が少しでも参考になったなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。Excel に関して他にも動画を上げているので、ぜひそちらも見てみてください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。